2004年、まあ、当時 JFL から J2 に上げたっていう、まあ、自負もありましたし、みんなの頑張ってる姿ももちろん間近で見てたんで、なかなか結果につながらない、これがまあやっぱりサッカーなのかっていう、こういろんな思いもありましたけどね。結果ね、また J2 にトライできるっていうことになったんで、まあ、ここからがまた大事なんじゃないかなとは思ってます。最初に上がった時のザスパってどうだったのか。何よりもまあ負けることとか足踏みすることが許されていなかったで、まあ、やっぱり駆け足で J リーグに昇格することが求められてた中で、大体のメンバーがもともと J にいて厳しい環境の中で、その中でもやってきて悔しい思いをして、まあ、また J リーグに戻りたいっていう選手たちが大半だったんで、まあ、そういういろんな状況の中で、まあ、多くの人が声援をくれたし、サポートしてくれたし、草津っていう、こう小さな町で誕生したことも、働きながらサッカーしたことも、やっぱり選手やクラブにとっては大きなプレッシャーにもなりましたけど、だけれどそんな中、まあ、みんな選手は楽しんでたし、それをまあ力に変えて前向きなパワーはものすごく感じてやってました。 J2 に上がれたというのは、佐藤さんご自身とするとこうどんな思いで受け止めたかっていう、その結果の部分なんですけども、うん、まあ、やっぱりまた J リーグっていう舞台でプレーできるっていう喜びと、やっぱり今度こそまた J でやるからには活躍してやるぞっていう思いで戦いましたけど、まあ、やっぱりそう簡単ではなくて、また J リーグの舞台に戻れたっていう嬉しさはありましたけど、それ以上に悔しいシーズンのスタート、まあ、悔しい J2 のスタートにはなったかなっていう印象でいます。はい、上のカテゴリーでやれた、その J2 の舞台でまた立てたって、その、まあ、ピッチの試合のクオリティもそうだし、スタジアムの雰囲気もそうだし、やっぱり J2 上のカテゴリー違うなっていうのはピッチに立つと感じるものでしたか。まあ、やっぱりこうアウェーから来てくださるサポーターの人数も含めて、やっぱり観客動員とかメディアの対応とか、今もね、やっぱりこうダゾーンができて、どこでも誰でもサッカー見れるような状況ですけど、そういう部分でやっぱりこう、例えば当時言ったら JFL と J リーグ、今だったら J3 より J2、J1、やっぱりその辺の違いはどうしてもこう出てきてしまうと思うんで、そういう部分ではやっぱり早く J1 に行きたいと昔も思ってたし、もちろん今もそこは変わらず思ってます。まあ、最初私と大西と剣持って3人で草津町に行って、でその時も、まあ、僕が監督やるっていう話でスタートしてたんだけど、ちょうど J の監督やった後だったんで、それ県リーグのチームできねえよなっていうのがあって、誰か適任者いないかと、それもできれば選手と年代が近い方がいいということで、奥の白羽を立てて、で彼を3人で口説きまくってやっと来てもらったっていう経緯があるんです。最初はね、こう託そうと思った、まあ、植木さんのその思いっていうのはどんなものがありましたか。ものすごく人的に、ね、優しいやつなんですよ。だけどやっぱりこういろんな経験をできてる、鹿島で優勝もしてるし、それから広島行ったりとかしながら、その強いクラブの中の遺伝子で持ってるやつなんですよ。だからこの新しいクラブを立ち上げてチームを強くしていくのに、彼の今までやった経験ってものすごい生きるし、で選手と近い分だけ選手と話ができる、それも政治的なことだけじゃなくて生活も含めて彼は指導できる人だったんで、僕はその優しさプラス芯の強さ、それから経験っていうのがあって、彼にしようというふうに決めてスタートしてたんですけどね。その奥野さんの姿、ザスパでのその最初の時間っていうのはどんなふうに見えてましたか。選手たちとね、こうぶつかりながら指導して引っ張ってくれるっていうのもあるんですけど、あと町の人たちとものすごいコミュニケーション取ってくれて、毎日出かけていって人と話をして、で口説いていってっていうこともやってくれたんで、もう期待通り以上だったですね。多分俺自分でやってたらそんなできないよなっていうぐらいに動いてましたよ彼は。
で、まあ、そういった時間が流れて、いよいよまた J に戻っての戦い、J2 戻っての戦いということで、まあ、奥野さん、でさらには小島さんも戻ってきてということになりましたけども、まあ、2人がこう今度は指導の立場で戻ってきてくれたっていう話を聞いたとき、植木さん、まずどんなふうに思いましたか。まあ、奥野さんに電話もらったときに、彼が、山形行ったのかな、アントラーズから山形行って、福岡行って、強化に仕事しててっていうところだったんで、またちょっとこう違う立場でサッカーを見れてるんで、あのうちにザスポと一緒やった時よりも全然こう大きくなってる指導者ですよね。なんでいい結果出してくれるなと思ったんですよね。だから奥野には、いややるよ、いいチャンスじゃんって、また力貸しちゃってよっていう話はしましたけども、で小島からもうやりますっていうか、それ奥野助けたらいいじゃんっていう話して、まあそういうテレビの仕事たくさんしてますけど、でももう年から考えるといいんじゃない、ゲーム戻ってっていうふうにして、あの期待をしながら応援をしましたけど、山形行った時には要は選手たちが一体になろうよっていう心も練習前して、それから練習やったりとかしてるんですよ。だからこう人をうまくまとめる力ってすごく僕はある監督だと思ってるんで、その辺から多分入ってくるだろうと思うんですよね。だから彼自身がものすごく難しいわって引き受けたわけじゃなくて、今までの経験使ったら多分このクラブはこうできるだろうなっていう思いがあってやってくれてるんで、きっといい方に向くというのも思いますけど、まあ、やっぱりクラブ去ったメンバー、まあ、フロントも選手も含めてやっぱりみんなすごく OB の人たちもこう気にしてくれているんで、まあ、やっぱりそういう部分にはやっぱり結果でやっぱり見せていきたいし、あの本気で J1 今後目指していくっていうのであれば、やっぱりクラブとしても大きく改革をいろいろ進めていかないといけないし、そういう部分でこういろいろなところにまたチャレンジしていかなきゃいけないと思うんで、まあそこはやっぱりサポーターの皆さんにも協力してもらいたいですし、サポーターの皆さんにもやっぱりそういう部分でレベルアップしてもらいたいですし、あのみんなで前向きにいい形が作っていければ、あのその先が続くと思うんで、やっぱり一緒に頑張りたい、はい、そこが一番の気持ちです。昨年のね終盤とこって、まあ、何試合か見ましたけども、非常にスタンドの雰囲気良かったんですよ。それをできればスタンド全員に人が入ってっていう雰囲気をぜひ作ってほしいと思うんですよね。それが多分選手の力になるし、もうそれも今回の昇格前のゲームそうですけど、そういうこう選手の力になる応援をぜひし続けてほしいなというのを思います。